よし、じゃあ続きやっていきましょう。マリオ&ルイージ RPG の1のデラックスですね。やってきまーす。前回はホッシー将軍を倒してね、いよいよ豆エリア国境に突入したという形になります。ちょっと寝起きなんだよな。何時間寝たっけ？かなり寝たな。さあ、山の上にまず登りに行かなくてはいけないんですけど、あれ何あれ？ハートブロックってあれ？あ、ここにあったっけ？橋が治るまで山には登れないふと。ずいぶん橋、ちょっと待って、橋の落とし方がさ、斬新すぎない？普通こんな落ちる？こんな風に橋落ちる？あ、水場だ。これはあれですね。はい。あ、あれ？水そのまま飲めるんだ。こう水をたらふく飲んだマリオなんですけど、 B でね、水を発射することができます。はい。ちなみにですね、これルイージで飲ませる、あ、飲ませられない、強制的にマリオにさせられる。なんでだよ。ルイージ、ちなみにこれをルイージが飲むと、あのマリオみたいには飲めないよっていうのがあったんですけどね。これはなんだ、ほい、あ、これでいいの、あー、まあチュートリアル的な感じかな。これを多分使うギミックはどっかにあるんで、まあいいギミックかな。これは、ああ、もう当てた後だよ。うでかっ、でかでっかいのこの子だな。これは本気に出れますよ。まあこれに、これの突破方法は僕今分かってます。そう、勢いよくぶつからないとダメなんですよね、何かしらの手段で。まあだいぶ先ですね。ああ、いるじゃん。いるな。ルルルルさんいますね。グラゴ、ゲラゴピッツいるじゃん。もういるじゃん。マメ工場返せー。はい、残念、虚しい。よー、ゲラゴピッツいますね。うぎー、お前たちがクッパと一緒に吹き飛んだはず。ルルルルルル。ファイティングポーズ取っとる。我が手こずってた隙にすっかり追いつられてるね。ふぅー、だ、ジュニモーの様、豆エリア上ですぐに次の作戦を進めてるるるるるるる。どうせお前たちに間に合わないけど、念のため、ここで足踏るるよ、ドーン。よい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 よ。どこから出てきたの、めっちゃ腕組んでるし、しかもこの岩よく見たら。すげえな、腕組んでるで、おい、強そうな岩やな。こんな ヒントが、あ、確かにそうです。ルイージのさっき言った通り、ハンマーがあればこれは壊せますね。さあ、そのハンマーを どこで手に入れればいいんだろうと。じゃあ探しに行きましょうか。この村にはね、ハンマー職人がいるというね、町の話があるんで、その人に会えば作ってもらえるかもしれませんね。さあ、ハンマー職人の家にやってきました。おお、こんな薄かったの、薄くない？GBA に比べてだいぶ薄っぺらい2人ですけど、これが最後の試合よ。ハンマー兄弟の意地を見せるがよ。そうだ、こいつら自分で撃つんだった、ハンマーを。あー、崩れてるよ。やっぱりこんな石じゃダメだよ。もうハンマー作れないがよ。ん、おめえらそんなこと何ボケっと見てるだ。そう、この人たちがハンマー職人なんで、ハンマーを作ってもらいたいんですよね。なになに、ハンマーを作ってほしい。ほっ、おら知ってるわよ。キノコ国のマリオとルイージがよ。ジャンプとハンマーの達人がよ。そうっすね。まあいろんな作品でハンマーはマリオは使ってきてる。ルイージはハンマー使う。まあスマブラでは使うか。あ、そうだよそうだよ。俺も思い出しただよ。そんな夢二がどうしてハンマーってなったら。あ、いや、ジオは言わんでいいがよ。理由は聞かねえ、頼まのでもきっちり作る。それがプロってもんがよ。そうだったよ。おお。だとも、ハンマー作るっちゅうのは山頂にあるオホホフロックっちゅう石が必要だよ。それが突然プスラの音楽が戻ってきたくなったれ、山頂に行けなくなったれよ。オホホロックがとんでもなく硬い石でよ。この石から作るハンマーならどんな硬いもの壊せるがよ。オホホロックとに山の上先登りていけろだよ。ジャンプがうまくねえから無理だ。
あ、そうか。おめえらジャンプのプロだったな。山の山上やいいか、方法6を取ってきてることちゅうがや。そういうことになりますね。なんで、橋が開通し次第で、まあ、このイベント終わったら開通するんですけど、橋が開通したら山頂に行くことになりますね。さあ、行きましょう。直ったでしょ。いや、直し方がすごいんだよ。すごい直線的に直してんだよ。あ、でもちょっとなんか色違うね、ここ。GBA との差別化が図られてるな。というわけで、これがね、ここにあるなって思わなかったな。しかも、さあ、これはいわゆる、もう全回復ブロックです。ああ、ごめん。全回復ブロック、こんなところにあったとかな、GBA の時。僕が知ってる場所って、このブロックってすごい貴重で、3箇所ぐらいしかなかったと思いますよ。はい、この全回復ブロック、これからどこにあるんでしょうかね。じゃあ行きましょう。おほほブロックとに山の上に。登ります。いますね。いるね。マメリア王国ということで。マメリア王国のクリボーはこの方。はい、よいしょって。やりましょうか、せっかくなんで。マメリア王国のクリボーこと、マメボーです。はい。1、グニト。今回はですね、前回のセーブデータと違い。まあ、前回の進めたセーブデータと全く、全く別のデータですからね。進めた地点まで戻すために低レベルしてましたけど、普通にやったらこんぐらい出ます。むしろこれぐらい出ないとね、さすがにきついわ。おっと、もう5出るもんね。欲しい食の時2だったからね、あのセーブデータ辛かったわ。結構苦行だったんだな、そう考えたら。おお、ミスター。やっちまった。気づいてなかった、後ろから来とった。やべえな、これやばいぞ。狙ってもないのに、この感じはやばいな。1、2、ルイージ起きるか？ルイージ次の行動で起きてくんないと。よし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 。起きてくんなかったらもうやばかったね、今。1、2と、普通に強い。いや、セーブデータの違いが出てる。ほい！ OK！ せーの、1、2、不意打ちをされることもあるからな。ルイージは特に受けやすいからね、その性質上。気をつけないとね。おーっと、なんだ。カロン？いや、カロンじゃねえ。なんだっけ、こいつの名前。どう見てもカロンなんだけど、なんだっけ、こいつの名前は。カロンだ。この時のカロン、横ばいだったんだ。あ、今のカロンってね、もっとなんか、皆さん違うイメージだと思いますよ。これカロンなんだ。え、わあ、結構食らうな。え、待って。結構食らうな。しかも結構食らうぞ、今。6食らうんだ。普通に強くなってんね。だってこれ適正レベルまでちゃんと上げてるもんね。それで6食らうんだから結構難易度上がってるのかもね。キプレイにはかなりな、いい、難易度になってますね。全員一緒に飛べばいいんだよ、この時は。そうそう。初めのうちはね、一緒に飛ぶがいいから。二人同時攻撃みたいなのあるから、そういうのはちょっと、あれだけど、オッケー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 。今後ね、1回の攻撃、2人を狙うよねとかいるからね。お、ありますね。さっきやったものを早速ね、使うときやってきました。この状態、なんか燃えてますよね。はい、消火とすると、これをね、結構繰り返すことになります、このダンジョンは。いや、顔が、いや、顔がアヘってもうてるやないか。どないなってんねん、このゲームは。なにゃなにゃ、オープンね。こけやがった。やべえな、結構、普通に、無言でやってても難しい。あと、一応ね、忘れてたんですけど、このゲームにはですね、イージーモードがあります。イージーモードを使うと敵の攻撃力とかが大幅に下がるっていう仕様があったんですけど、これ紹介してなかったかな。アシストとは別の機能ですね。それを使うと多分、だこんな食らってないはずなんだよね。本当に。こちらですね。イージーモード。こちらをオンにすると、だいぶ変わるんじゃないかな。一戦だけちょっと、基本的にキプレイだし、まあ、イージーモードはなしでいいかなと思ったんですけど、皆さんにちょっと見せるためにもね、ちょっとイージーモードをオンにしてみます。で、それで戦ってみましょうか、さっきの。クラウドダメージだいぶ違うんじゃないかな？ EC モードにすると。はい。ええー、一撃が違うもん。もう一撃違ったもん。ちょっと待って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 。
ヒントって何？あー、カローノ、あ、え、何これ、あ、こんなんも言ってくるんだ。ちょっと待って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 、ほら、こんな簡単アタックモードを使ってみましょう。ちょっと待って待って待って、アイテムゴーストクッキー、え、何これ、こんないろんなこと言うの。ちょっと待って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 、これはすごいびっくりしたわ。え、こんなんなかったもん。イージーモード、ほら上にイージーモードついてますね。つまりこれ実況者的にさ、実況的に実況殺しだね。イージーってついてるでみたいな。くそ、イージーってついてるでみたいなやってるやんか。どうなってんねんおい。マジかー、マジかー。与えるダメージが違うもん。92倍になってんじゃねえかよ。食らってみよう。すげえ、6、2しか食らわない。ちょっと、確か GBA は確かこの難易度のはずなのよ、ちなみに。ね、大丈夫、GBA は確かね、本当にこれぐらいしか食らわなかったんだって。もう、すごいなーと思ったの、ぜひも。いや、ちょっと待って待って待って、これはあかん。いや、これはちょっと実況的にアウト。アウトです。いくぞ、せーの、はい、よいしょ。さすがにイージーモードはなしだ。うん、普通に勝てるから。普通に戦える。避けれる。避ければいいんやからな。あ、いた。避ければいいね。うん。イージーはちょっとさすがに、ちょっと実況者的にはちょっとキプレイにはぬね、ぬるすぎるんでやめましょうね。はい。せ、おあつらい向けに、ちょっと待って待って待って。イージーモードじゃ、たとえイージーモードじゃなくても、もう、わかるようになってますね。セーブブロックと回復ブロックあんぞ、おい。めちゃくちゃわかりやすくあんじゃねえか。もうあれですね、はい。行きましょう、じゃあ。わかりやすくなったな。ホッシー将軍の時に置いとけや。じゃあ、もういいっすね。これからが先のボスでも置いてるってことなのかな。さあ、じゃあこのなんか、強そうな目を光らせていますね。我はウフ文明の古代兵器ウフロス。ここから先はさらに過酷な道、その過酷さに耐えられるかどうか、このチャレンジを受けてみよう。チャレンジを受けるか。まあ受けましょう。そちらで先は進めないんでね。ウフの魂を15個手に入れよう。下の地面に落っこったらその時点で失格である。あー、スピンジャンプ、あのこのね、スピンジャンプを駆使して行くわけですね。なので、ちなみにね。行くぞ。じゃあ、まあ、多分これは緩く。焦らずね、やりましょう。35秒は大丈夫です。多分イージーモード関係ないよね、これ。多分イージーモードは関係ないと思うんで。まあ、それでもね、ちゃんとケアリスミスさんさえなければね、簡単に取れますんでね。落ちる位置を、見間違わなければ大丈夫です。はい、チャレンジクリア。それでは次のチャレンジ。我を倒してみよう。ほーら、始まった。まあ、そりゃそうですよね。BP 海軍、もう、来た来た。さあ、ボスです。まさかのウフロス、では行くぞ。あー、どんなんやったっけな。ここに柱があります。ただ、今柱の中に隠れたじゃないですか。これを壊すと確かにいいんですけど、先にこっち行きます。キプレイの考えを言ってます。それはまずキプレイの考えを言ってるんですよ。来るぞ。うおー、3、あ、大丈夫、意外と大丈夫だった。そしてこの柱を壊します。そうすればまず出てくるじゃないですか。見つかったなーってなるじゃん。しかしもうないんですよ。こういうことです。え、なに ?1、2、 あ、いって、こ、そうすればこいつは、隠れる柱を失う。そこにブラザーアタックをぶち込みましょう。いきます、いくぜー。はい、1、2、0、なにその 14! 出た出た。だいぶ出るようになったね。タンスも攻撃してくるよ、タンス。タンスも攻撃してくるのか、一応。一応こいつ何もいなくても攻撃してくるのか。じゃあ、処理しておこう。処理して、どうする？縄跳びの要領でね、避けていきます、ここは。ちょっと縄跳びの要領でいくとね、ちょっと遠近法で見づらい説あるね。はい、せーの、ありがとう、14。早いね。まあ、短期決戦だからな。さあ、隠れるとこないよ、君は。
どうする。よし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 、普通にそれなら大丈夫だ。ついでにこっちも、いや、早っ。結構早いな。まあ、こっからが本番みたいな感じですね。ホッシー将軍の時も、色が変わった時がね、本気モードみたいなのがあるからね。攻撃が多分激化するんだろうな。いくぞー。はい。1、2、せーの。はい、よいしょ。いいねー。うん、あ、早くね？エキストラタック、ひらめいてる。いくぞ。1、あ、いや、やばい、やべ、下手した、下手、バカじゃん、バカじゃん。ここ、あの、焦らずに、もう回復しちゃおう。ここは回復を使おう。いや、遠近法で避けるのが難しいな。デラックス、あ、こういう風になってんだ。あ、もう別の技なんだ、完全に。スプラッシュブロックスデラックス。待って待って、AA になってる。あー、どうだったかな、これ。ボタン操作は確かに変わってるな。トゲのモンスターにも攻撃できるようになったんだ。ヌーミージに乗るたびに AAB とタイピング力。キプレイの勘でいけるか。いきます。キプレイの考えてます。いきます。せーの、 AAB せーの、アイドル。こういうことか。技が変わってる。待って、技が変わってたわ今。こんなんじゃなかった。キプレイの勘って冴えるもんですね。よくぞこのチャレンジに耐え抜いた。さらなる試練に立ち向かうがよい。ということで結構あっさりしてたね。ブラザーアタックで一気にね勝負を決めたのが強かったわ。単純にホッシー将軍の2とは違うんですよ